住めば都は稚内のお時間です。さて今日もお客様をお迎えしております。それでは自己紹介からよろしくお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。大阪出身の村木ちくまって言います。ちくまさんって言うんだ。かっこいい名前ですね。 ありがとうございます。昔からよくなんか侍みたいな名前やとよく言われますけど、さすが大阪人です。ノリがいいぞって感じですよ。 ありがとうございますさて村木さん、いつ稚内にお越しになられたんですか？はい、どう4年前の2016年の3月30日に入ってきまして、うん、で正式に3月31日に稚内市民となりました。あ、そうなんですか。はい、へえ、そりゃそりゃですよね。じゃあ、え、前に住んでたとこどこなんですか？と大阪市内です。あ、ご実家？あ、その時は、うん、まあ実家暮らしではなかったんですけど、うんうん、まあ3年間一人暮らししてて、でその前も実家暮らしの時も大阪市内で住んでました。あ、そうなんだ。へえ。じゃあ大阪がご出身？出身はそうです、大阪です。へえ、そうなんですか。大阪というとね、私もそうなんですけれども、よく大阪のおばちゃんみたいだって言われるんですけど、ああ、なんとなくわかります。パリのあのね、北海道人なんですけど、どさんこなんですけれどもね、ほいほい、なんかもうノリがね、大阪のおばちゃんみたいだっていうの。やっぱり大阪のおばちゃんは違うでしょ、ノリが。まあ全然違いますね。面白いよね。まあ、面白くて、ヒョウ柄はほんまに着てまして。だよね。うん。あんまり大して美味しくもないアメちゃんくれるっていう。アメちゃん。はい。それがまあなんていうか大阪の伝統文化でありまして。なるほどね。わかりましたよ。じゃあ稚内に来る前の心構えはいかがだったでしょうか。心構えですか、そうですね、まあなんて言うんでしょうか、ね、まあやっぱ自分いろいろちょっと旅して、うんうん、まあ、全国車がちょっと大好きで、あ、そっか、いろいろ旅行して回って、はあ、でそこで稚内が一番気に入りまして、うん、あ、そう、うん、でまあ、それプラス、なんでしょうね、物心ついた時から小さい頃に、うんうんうん、なんか北風のことが大好きで、あ、そう、なんかまあ大阪市住んでたんですけど、なんかその北風の音聞こえてたら、うん、なんかその遥か、まあ、北の方ってすごい憧れがありまして、うん、どんなところかなってずっと思ってまして。わかない、北風ビュンビュンでしょ。はい、もろ当たってますでもその北風の音がなんか大好きで、あ、そう、うん、それを聞いた時はもう歓迎してくれてるなっていう、うんうん、なんかそういう気持ちになりまして。そうですよね、まあ、北風の点から言いますと、まあ、やっぱり稚内は一番でしょうね。はい、結構風の音も大きいし。そうですね、うん、でやっぱりなんていうか、そういうところで住んだりすると、うん、男気を鍛えれるかなっていう、そういう心構えでちょっと来まして。なるほど、はい、住んでみてどうですか、男気は鍛えられましたか？だいぶ鍛えられましたね。いいね、いいね、いいね、いいじゃないですか。ちょっとしたことでもう動じることなく、うんうん、なんかそう、むしろ楽しんでしまうっていう。ああ、いいですね。そっか、そういう鍛え方もあるんだ。あります。はあ、なるほど、ね、やっぱね、なんか大阪いてると、うん、まあ、ちょっと なめられるっていうんでしょうか、まあ、そ、うん、まあ、喧嘩とかそういうのじゃないんですけど、じゃなくてね、うん、なんかちょっと中身がちょっとなめられてたかなっていうところがあったので。そうですね、そうなんですか。やっぱりそう、それプラス、うんうん、なんていうか、まあ、将来の嫁さんとかもちょっと欲しいなと思ってまして。いいね、いいね。で、ね、その嫁さんを、うん、やっぱいい嫁さんゲットするためには、はい、男気が大事やなと。じゃあ男気を、鍛えるにはどうしたらいいかってなったら、ちょうど稚内っていう場所が鍛えれるのにちょうどいいところで。なるほどね。ね、じゃああとは嫁さんゲットだけね。あとは嫁さんゲットだけですね。ですね、はい、もう十分男気は鍛えたでしょうから、あとはもうゲットするのを待つばかり。あ、そうですね、まあ、候補はもういた、行ってて、で、まあ、来年ぐらいにゲットしようっていう。ちょっとちょっといい話じゃないのねえ。え、稚内の人？あ、稚内ではないんですね。いいね、だって連れてこえばほら一人。あ、そうなんですよ ね、連れてくる予定で、もうこ、うまくいけばここに住んでも、まあ、住むって稚内来ても OK してくれてて。あ、いい人だね。しかもまあ面白いことは日本人じゃないんですよね。日本人じゃないの？どこの人さ？モンゴルですね。あ、モンゴルの方なんだ。稚内よりまた遥かに北の場所で。あら、まあそうなのかい。今モンゴルの人どちらにいらっしゃるの？今はちょっと東川に。あ、そっか。といまして。そうなんだ。
や、そりゃ楽しみですね。楽しいですね。あ、そうか、そういうのもあるのか。自分はね、ちょっと、なんていうか、うん、昔からなんですけど、うんうん、あ、自分自身、ちょっとハーフなんですね。ほう、まあ、ハーフってオカマじゃないですけど。そっちじゃないぞ。そっちちゃいます。そっち違うぞ。あ、まあ、日本人と台湾人の、ハーフでして。あ、そうなの、うん、まあ、それもある、それであるせいかわからないんですけど、うんうん、日本人から全然モテないんですよ。日本人女性からは。全然モテなくて。ほら、大したかっこいいのにね。あ、 ありがとうございます。見る目ないね、日本人女性。もうなかなかね、そうですね。まあ、台湾人と大阪人ってなんか、逆におかしくなったんかわかんないんですけど。そっか。結構なんか、外国人とか、同じハーフの、なんか人からは好まれたりは。たんですけど、そっか、やっぱりそういうのってあるんだね。あるんですよね。へえ、びっくりでございますけどもね。そうなんですね。じゃあ、わかんない、第一印象いかがでしたか。あ、自分自身ですか。そうですね、2015年にそうですね、友達と車旅してきて、でその時にちょうど今ここにいるノシャップのところに夕日をちょっと見て、はいはい、あ、でその夕日を見る最中にオロロンライン、特に道道106号線ってありますけど、まあ、そこでもう一目惚れしてハートを犬のなんていうか綺麗だもんね、あそこから見るとね。そうですね。で、それを見て、で、まあ、自分ちょっと大阪の、まあ、ちょっとど真ん中のゴミゴミしたところで来てて、住んでて、でしかもストレスも結構溜まってたので、そういうところで、でもそこの、その106号線とか走ったら、なんかそんなごちゃごちゃしてるとこに住んでるんがなんかアホらしくなってきていや、ここいいなって思って、そっか、でそうなんですよね、もしかしたら、ここが将来自分の住む場所ちゃうんかなって思って、でしかも、まあ、その日天気は良、かったので、夜で宗谷岬、まあ、宗谷岬っていう民宿に泊まったんですけど、 あそこで、まあ、夜やっぱりちょっとその三角の場所ですかね、行って、でちょうど晴れてて、しかもなんか灯台の明かりがあんなに幻想的に映って、いや、ここってすごいなって、ですぐそこはもうロシアじゃないですか。そう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 、で昔からロシアとかにも興味がありまして、そうなんだ。そうだから、なんていうか、日本全国、まあ、世界多分、まあ、あんまりそこまで行ったことはないんですけど、まあ、やっぱ日本一自分にとっていい場所かなって思いました。なるほどね、ありがたいですよね。そっかそっか、分かりましたよ。じゃあ、ご家族どうです？稚内に行っちゃうぞって言ったはいいが、どうでした？そうですね。まあ、母親はなんか、ああだこうだと、なんかちょっとぐたぐた言ってたのを覚えてたんですけど、まあ、こっちは自分にとって、ああ、もうそんな関係あれよって感じで。で、父親は特に何もそんなに言わず、ただ最後になんか放った一言が、そんな稚内、まあ、日本の端っこじゃなくて、どっか世界、海外行けや、みたいなことを言ってましたね。何ちゅうこと言うんだ、父さん。そうですね。ね、もうなんかね。いいじゃないか、稚内で。そうなんですよね。そっか。そうか、やっぱりなんか国際的にどっか行ってほしかったかな。いや、そういうわけではないと思うんですけどね。なぜにして稚内みたいな。まあそうですね。あ、まあ、どっちみち自分が何しようが、何をしようが、まあなんか言ってくるんで。そうかそうか。そうですね。まあ別に反対でも、賛成でもないっていう。ああ、なるほどね。わかりましたよ。じゃあお好きな食べ物いかがですか？好きな食べ物はですね、やっぱここ、タコしゃぶとか、いいね、やっぱり、まあ、大阪人であるんでたこ焼きとか、はい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 、たこ焼きね。そうですね、粉もんだ、粉もん好きですね。あ、でそのたこ焼きもたまに自分で作るんですけど、あ、そう、やっぱりたこはやっぱ宗谷さんのたこが、あ、そっか、最高なんで、その宗谷さんのたこを使ってたこ焼き作ると、もうめちゃくちゃうまくて、そうだね、そうですね、大阪と宗谷のコラボっていう、そういう風にして喜んで食べてます。そうかそうか、そうだよね、なんだって粉もん文化だもんね、大阪はね。そっか。じゃあ得意の料理を。得意、あ、得意料理が、まあ一応たこ焼きもそうですけど、そうですね、まあたまに作るのがその水餃子ですかね。あ、いいね、水餃子。水餃子作るとしても粉から、あ、粉っていうか、そうですね、皮、皮からやるんでしょ。皮からもうあれ練って練って、ね、そっか、素晴らしいね。ありがとうございます。すごい豆なんだね。
まあそうで豆かどうかは、うんうん、いやなかなか皮からやんないよ。やらないですね確かに、ね、大したもんですよ、うん、あ、あそうかそうか分かりましたよ、うん、じゃあお休みの日は何をしてらっしゃるんでしょうか。そうですねやっぱり自分車とかドライブ大好きなんで、うん、まあ、あっち行ったりこっち行ったりしたり、まあ、たまにちょっと道外出て、うん、はい、まあ、船旅が好きで、ああいいね、フェリーでちょっと内地の方行ったりして、行って、あそこそこ、まあ、そんな風にしていろん な, なんか自然が多い場所を巡ったりして、そうですね、はい、わかりましたよ。まあいろいろ趣味ありますけど、そうなんですね、いっぱいあるんですよやっぱり趣味、ね、ありますあります、スキーとかも結構好きだったんですけど、ちょっと今シーズンはちょっとちょっと雪少ないもんね、ありそうなんで、そうですよね。でもほとんどは、まあ、最初、うん、まあ、もちろんこと下手くそでほとんどスキーとか行けなかったんですけど、なんとか独学で頑張ってあの、スキーの検定3級取りまして、やるね、じゃあなおさら楽しくなってきたでしょ。なおさら楽しく冬もね、はい、わかりましたよ。じゃあ現在どのようなお仕事ということになりますけれども、お仕事の PR などよろしくお願いいたします。と一言でまとめますと、うん、まあ日本最北端の便利屋をやっておりまして、はい、まあその便利屋ってなると、うん、もう自分でも何屋さんかわからないんですけど、まあ本職っていうのが YouTube とかの動画の作成ですね。ああなるほど。それをやって、うん、であともう一つ、あ、もう一つじゃないんですけどいっぱいありますけど、うんうん、あの北北海道移住支援型シェアハウスキックスタート の,、はい、あの管理人をちょっとやってまして、ああ、うん、まあね前にあの浅川さんにご出演いただきましたけれども、お二人で、あ、そうです、やってるんですか。二人で、はい、うん、でそれプラス、うん、まあ、また新しく始めたあの軽運送 の,、はい、あのキック運輸っていう、まあ、会社も、へ、それの、運輸部長をちょっとやらせていただきまして、へ、もうどういった内容になりますか、その運輸の方は。あ、そうですね、うん、単身引っ越しがメインで、うんうん、まあ、それ以外にでも、まあ、その大きな家具をちょっと運んでほしいとか、うん、まあ、そういう家電とかでも、はい、まあ、あのなんていうか需要に、うん、柔軟に対応して、うんうん、あの動こうっていう感じで考えてまして、なるほど、ね、必要ならば本州の方とかでも、まあ、九州でも行こうかなっていう。ああ、ありがたいですね。まあちょっともともと旅行とか旅好きなんで、うんうんうん、仕事をしながら旅をできるっていう、そっか、一石二鳥か。そうです、一石二鳥を狙ったり、なるほどね、じゃあいろんな便利屋さんのお仕事もされたり、はい、そして運輸業とかっていうことで幅広いですね。そうですね、ね、やってることは。そうなんですよ、だからいろんなちょっと業者に化けてるようには見えたりはするんですけど、ちょっと提携先がたくさんありまして、あ、そっかそっか。そうですね、じゃあ例えばこの日は電気屋さんやってたり、うんうん、だ次の日はあれなんかビル管理関係やってる、その次の日はなんかハウスクリーニングやってるとか、あ、そっかそっかそっか、で、あの緑湯さん の, あの、お風呂の掃除もやってたり、お風呂の掃除もやってたり、あ、そうそう、一日一日、うんうん、なんかいろんな、なんて言うんでしょうか、変身してます。変身してるんですね、はい、あら、まあ、分かんない、変身男ですね。あ、そうですね、変身男っていうかまあね、最初はね、なんか詐欺師みたいに間違えられることも、そうなの、かわいそうだあ、まあ、別に、ね、大丈夫ですけど、ね、そっかそっか、じゃあいろんなことでね、まあ、あの稚内の方たちとも関わりがあるということですね。そうです、じゃあますますなんかあれじゃないですか、稚内お好きになったんじゃないですか。あ、もう好きですね、うん、もうすぐ4年になりますけど、ね、なんていうか、ますます愛着湧いてきて、あ、そっか、だからこの先もずっとここで住みたいなと、そうなんですね。いや、私もねよく分かんなかったんですけれども、お話をいろいろと伺ってね、いや本当に面白いことやってるなっていう感じでいいですよね、なんか夢もあるし。あ、そうですね、ねえ、やっぱり、
面白いこと、うんうん、これがやっぱ一番、うん、大阪人にとってはやっぱ面白いことできなかったらもうそれはもうなんていうか生命線断たれるっていう意味になるんで、そうだよね、大阪は笑いが一番だからな。あ、そうですね、うん、そうだそうだ、そうですか。じゃあね、もしあのお仕事頼みたいっていう方がいらっしゃったらどうすればいいですか。はい、あ、その場合ですけど、はい、あのお電話いただいたり、うん、はい、メールでも大丈夫なんですけど、まあ、基本やっぱり一番手っ取り早いのが電話ですので、はい、電話ですか、はい、じゃあもうお電話番号まで教えてもらっちゃっていいですか。はい、実はこの電話番号なんですけど、その移住支援型シェアハウスの、はい、あの、うん、キックスタートの番号と同じでして、はいはい、あの0162232050です、うん、はい、あのこちらにかけていただきましたら大丈夫ですので、はい、分かりました。じゃあですね、キックスタートで、まあ、あのいろんなお仕事の内容とかね、あの知りたいっていう方はちょっと検索していただけると、分からないキックスタートでね、はい、そうです、キックスタートで検索していただいても、はい、あと日本最北の便利屋であの検索してもらっても出てきますので、はい、あ、そっか、それのホームページもありますので、あのどちらからでも全然大丈夫ですので。わ、ね、かりました。直接こちらにあのお伺いしてもらっても。あ、そうですね、こちらの住所ですけど、ノシャップ2丁目になるんですよね。はい、はい、わかりやすいですよね、ここね。そうですね、もう、うん、その建物の真ん前に鹿注意の看板が、鹿注意って書いてありますからね。そうですよね、その真ん前なので。そうですよね、はい、でっかく書いてあるしね。でっかく書いてて、で電気もずっとついてますので、つ、うん、いてますしね。わかりましたよ、うん、ということで今日ですね、村木さんにいろいろとお話を伺いまして、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。住めば都稚内、本日のお客様です。日本最北端の便利屋をなさっております、そして北北海道移住支援型シェアハウスキックスタートの管理人もなさっている村木さんにお話を伺いました。